どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。肥大引きのエレンの原作をやっております。今日は肥大引きのエレンの主人公山岸エレン着用の、AK5 という架空のブランド、劇中のブランドのエレンの代名詞的黒いコート新月を実際にこちら、ビンというブランドさんと作っておりますという、シリーズでございます。今日はね、いよいよ本番じゃない布なんだけど、本番の布はね、リフレクションの、劇中に登場する光バーン浴びると光を跳ね返す対パパラッチ専用迷彩、月光迷彩っていうね、ので劇中で描かれてるんですけど、あれが本当にそういうの存在するんで、あの布でマジで作っちゃおうっていう、そういう企画なんですけど、今回はそのまず形のデザインの最終チェックを今日やります。なので今日この最終チェック終わったら、あとはその本番の素材でやるだけという。なのでそのデザインの最終イメージをお伝えできるのと、あとは販売のスケジュールとかも見えたらお伝えしたいと思います。はい、という感じで一旦いつもみたいにね、このお店を洋服を見ましょう。はい、あ、ちなみにこれはまた別で作ってる、アントレースっていうブランドです。今だから2つやってるんですよ。これもいいでしょ、かっこいい、はい、アントレースはだからこういう結構そのデザイナーが日常で着てるような洋服を、うん、後ろもよくて、はい、イメージしてます。こんな感じで後ろいいですよね。可愛いよね。可愛い。成績不能。こちらもぜひチェックして。なんだよね、この急に洋服をたくさん売ろうとする漫画家。急にどうしたんだみたいなね。まあ元々洋服大好きで、それこそなんかややこしいんだけど、これのブランドと同じ名前のアントレースっていう。うん、ファッションの漫画描いてたぐらい、もともと洋服好きなんで、まあちょっとね、好きが高じていろいろやらせていただいてますので、こんにちは。超可愛くないこれ。これはどこのですか？それはピークパフォーマンスっていうスキーブランドと、やばい。やば。可愛い。あったかそう。めっちゃあったかいですね。あ、これちょっとインスタで見て、さすがです、見に行かなきゃと思って。さすがです。フィルパワーすごそうです、ね、そう、半端じゃなくて、もともとスキーブランドでピークパフォーマンス、マジで欲しいですよね。その紐の色も可愛いですね。バランスが最高で、多分日本で入れてるところは僕んとこぐらいじゃないですかね。どこも仕入れないってなったけど、いや俺絶対これやりたいっつって入れたんですよ。ビンさん、ここのお店ってセレクトをされてるんですけど、そのセレクトが抜群っすよね。だって日本でここしかない、初めて僕がサルモン見たのはこちらなんで、うちは早かったです。早かったんですよね、はい、だから僕ビンさんで見てて変わったスニーカーだなと思ってたら、もうエディションとかでなんか結構見るようになって、はい、もうガチじゃん、買い物目線じゃん、本当にこれね、毎月買い物目線になってますよね。買い物目線、ね、紹介というより出た好きです、ね、これのトレーナー持ってるんですけど、最高だよね。寿司ズゴット。中目黒に2軒あるいろは寿司だ。いろは寿司大好きなんですけど、いろは寿司にこれ着てったらもうおかみさんニッコニコでなんか今僕が狙ってるのはこれですよ。パフェバージョン、パフェイズゴッド、パフェイズゴッド。分厚いこういうソールのが欲しいんですよ、たくさん。こういうソールの何個あってもいいんで欲しいんです。この後打ち合わせするという体なんで、体って言っちゃって、もう打ち合わせ終わったんですけど、一応この動画的にはこの後打ち合わせなんで、じゃあ、打ち合わせやるぞ。ああ。ちょっと変更したのは、あ、はい、ちょっとね。これが
前側のこれがなかったですね。そう、後ろがついた、はい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 、だから本当もよりあれなるちょっとベストっぽくなった、はい、でここがアジャストできるようになってるんで、あの身長によってはこう、はい、かっこいい。こんな感じ。バッキリ。背中どうですか？どんぐらいのその防寒あのシーズンってどんぐらいの真冬。真冬としてはまあシェルみたいなもんなんであれって、シェルって言ったあのよくゴアテックスとかじゃないですか。はいはいはい、はい、ああいう場合だとインナーにフリース入れたりとかインナーダウン入れたりとかしてシェルを羽織るっていうのが一般的だから、そういうポジショニングにはなると思います。なるほど。で1枚だったら春でも着れる。いけますね。うん、なんか3シーズンコートみたいな感じで。おお、一番いいっすね。うん、もともとこうなんかマントみたいにバッてなってるから、うんうん、この内側にあのインナーベストみたいなのが入っててもそんなにシルエットは変わんないと思うんで、フードかぶると、でも、もうちょっと張りがあるから、今フラッシュ浴びれば走って、うん、ちょっと感じで首を立たせるとどこまで立つかっすけどね、硬いとはいえこの高さがあるとこうなるんですかね、やっぱり。あとまあちょっと硬めの芯張るかなんかでバギバギに仕上げちゃうから、張ってる方がいいですか普段。イメージ再現するんだったらちょっと立たしたいですね。がっちり芯入れて、うん、両面芯張って、うん、でまあ素材自体が硬いんで両面芯ぐらいでそこそこ立ちそうな感じはしますけどね、うん、あのヒールみたいな。こう寝るのは嫌なんですか、こうなってこういうふうに折る系では。あ、着方としては全然ありですね。でもまあ立たせようとしたら一応立つっていう、立つのがいいかなと。これってワンサイズなんでしたっけ？今のところはフリーで考えてるんですけど、うん、これで後でリンちゃんにも来てもらって。そうだね、そうだね、女性が来た場合感じも実際はそこファスナーになって、うん、まあすごい。ちょっと上がるんですか。かわいい。上げれます、ね。これ上げれるけど、今あの要は脇でここで止めてるじゃないですか。かわいい。かわいい。ちょっと見たことない、ね。なんちゃらエディフローみたいなあるじゃないですか。うんうんうん、ガーデニングの人とかもそうだし。ああ。そういうのにもなるし、いろんな人たちに今役に立つ。フェス行って瓶入れてたいですね、私。怖いね。おかわりいっぱい。ビールじゃないですか。おしゃれなね、瓶いっぱい入れときたいです、私。すごいいいのある感じはしてて。なんか僕としてはもう、いいな。OK な感じですか。OK だなって感じ。あ、まあ、あとはだから素材っすね。そうっすね。あと、一回ベスト単体も見た方がいいんじゃないですか。この感じで、このデロデロを。うん、そうですね、デロデロあるとこれ単体だとちょっときつい、入れないですね、うん、これが多分もっと合体 しないでセットアップみたいな感じで作るとちょっと意味違います。完全ベストはベスト、うん、なんか合体させることでなんか結構制限が出てくるんだな、うん、めっちゃ出ます。そうですよね、なんか本当にセットアップでこれ単体でもちゃんとかっこよく着れるって方にした方がなんかいい気もする。うん、まあ合体するなら無理やり合体できるここのループだけとかにして、はい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 、一応つけれるよっていう、肩だけはめれるとかの方が、うん、そうっすよね、多分いいかもしれない、うんうん、そうしますか。僕は貧相すぎてなんかしてないんだけど。かわいいね、これだと。でも言うても缶入れて、あれ入れてってなるとちょっとちっちゃいですもんね。うまい。うん。ちょっとりんちゃんにも来てもらいます。はい、またなんか女性が着ると可愛く見える。なんかね、着るのむずそうと思ったけど、普通に。まあ、りんちゃん身長あるからな、全然めちゃくちゃ似合うね。やばめっちゃ
ちゃ可愛いです、ね、これ可愛いよね。これで黒でリフレクト素材で。めちゃめちゃ可愛いです。ちゃんだと手もそんなに気にならない。そうだね、そうだね。まあ、うん。全然いいじゃん。全然可愛いじゃん。そうですね。うん。なんか袖も別にそれはそれで全然いいっすね。そんぐらいでも。いけますよこれ。ありありありだと思いますけど、折ってもいい。折った場合でこんな感じです。折ったらもう女性ぴったりですね。うん、いいっすね。うん。え、かっこいいじゃん。普通に。かっこいい。後ろから見るとやっぱ女性に見えますね。髪長いから。このパーツみたいなのを、ここに全部つけちゃえば、これでギュ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 ってなるじゃないですか。なるほど。入れてない時はもうこうやってギュギュギュってやって。いいかも。はい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 。そしたらこの膨らみが全部なくなるから。いいかもしれないですね。見えましたね、ちょっと完成が。はい。で、あとはもう洋服として見たことない例のブツを。そうですね。あれが形になった時に。すごそう。すごそうですね。あれだから、もう次はサンプルってことですよね。だからあの素材ってことですよね。そうです。うわぁ。それで大体のお値段も見えてる。そうです。見えてきます。はい。これって時期、でどれぐらいいけそうですか。今からやっても、まあ、来年にはなりますね。うんうんうん、前言ってたなんか企画をいろいろカッピーさんの方で組んで、なるほどなるほど、これとはこれ、はい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 、エレンコートはこれみたいな感じで、なんかなんですかね、行ったらもうなん面白いアミューズメントパークじゃないけど、世界観に浸れる企画展みたいな感じで、そこでオーダーもできてみたいな。なるほど。なんかそういう、で、原画が例えば飾ってあってとか、はい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 、そういう展示があったら面白いですね。ああ、それいいですね、はい。そっち方向で考えましょうか、はい、じゃあ。だから、このお店のスペース使わせていただくとか。はい、まあじゃあ何らかそのエレンの世界に浸れるその催しとともに展示会できたら最高ですよね。そうですね。うん。まあ展示会っていうか、だからその試着もできる、なんかその本当に展覧会なのか。展覧会じゃないですか、うん。なんかそれがあったら僕もすごい楽しみだなっていう、決めていきましょう。そうですね。でもちょっとそう考えると洋服以外にもなんかやるとなるとちょっと時間ないから、いろいろちょっと同時に考えてもらえるね。逆にもうそこも遅らせて2月ぐらいにしっかりとした展示やって、でもそうするとちょうど夏ぐらいになっちゃうんですね。デリバリーでも7月とか春、まあ秋冬物の立ち上がり7月なんですよ。なるほど。面白くやるんだったら、いろんな人巻き込んでやるんだったら、その方が確かに確かに面白いことはできそうですよね。だってそうだよね、もう10月終わるもんね。そうと今の話だと3月ぐらいに展示会とか内覧会とか、まあ、そういう催し事やって。なるほど。じゃあそうすると2011年の秋冬物として誕生させる説、ね、はい、濃厚ということで、はい、今のところの予定は2011年3月に展示会でお披露目できたらいいなというスケジュール感で、はい、進みました。21年ですね。2011年とおっしゃってたから、ね、あ、タイムスリップした。じゃあそんな感じで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。